はい、いらっしゃいませ。こんばんは、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ、こんばんは。ようこそ、ニュージーランド現地ガイドの小部屋話へようこそお越しくださいました。今日も皆さん貴重なお時間ありがとうございます。ありがとうございます。そしてアーカイブでね、この後見る方もぜひぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ニュージーランドの現地ガイドのマーチさんより、ナナエです。こんばんは。なんか最近は、あ、こんにちは、こんにちは。たくさん皆さん入ってきていただいてますね。はい。私はこの2週間はですね、結構天気が寒かったり暑かったり、なんか半袖なのか長袖なのか困りながら、うん、部屋には今扇風機と暖房両方ある感じなんですけど、本当に日によっては窓開けて扇風機回さないと寝れないぐらい、なんか熱帯夜の日もあれば、なんか暖房つけないと本当に寝られないぐらい寒い日もあって、なんだか体調気をつけなきゃなと思いながら、過ごしていた2週間でした。はい、ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい。はい。では、クライストチャーチからミッチーです。いつもありがとうございます。この2週間ちょっと私もバタバタしてまして、まずはこの背景が変わったと思うんですけれども、引っ越ししました。おお。おといで、引っ越し全部済ませてですね、今日、そうですね、やっと、まあ、ほぼほぼ完了かなという感じで、はい、引っ越しが終わりまして、そんな感じですね、なんか。うん。まあ、クラシアチはね、もういつも暑いです。なんか、西海岸とか、クンジタウンのね、南の方は寒い日もあったりしたそうなんですけど、クラシアチは、まあ、フェーン現象ですごい暑い、生った海風が吹いて、で、今日も、昨日も今日も多分明日も結構な暑さの日になりますね。はい。あとは引っ越し以外のことで、私の活動で言うと、ニュージーランド座談会っていうのを、先々週から始めてるんですけれども、まあ、第2クールというのを、次の29日、30日あたりからまたスタートさせることになります。なりましたので、今募集中でございます。30日のやつは、わずか、1時間でもう満席になってしまいまして。まあ、満席7名なんです。はい。今回は7名ずつということで。で、また追加セットもしましたんでね。はい。また皆さんご興味ありましたら、ぜひご参加ください。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。クイーンズタウンから、佐田尾です。よろしくお願いします。こんばんは。クイーンズタウンですね、2週間前はすごい暑い日が続いて、最高気温28度とかね、29度とかいう日が続いてたんですけれども、先週1週間前から突然寒くなってですね、山の方では雪が降りました。で、家の中では暖炉を焚いて、山の中で、ね、ガイド、ハイキングガイドしてたんですけれども、ちょっとね、ファイト一発みたいな感じになりながら、はい、歩いてきました。はい。で、山中さんもありがとうございます。チェリー全部いただきました。毎週一回ね、土曜日に動画を出してるんですけれども、一番新しいね、動画。クイーンズタウンから車で1時間ほどのクロムエルというところのサクランボ狩りの、動画上げてみました、うん。ちょっとね、ニュージーランドの夏をこの動画からちょっとね、味わってみてください。はい。コメントたくさんいただいてますね。そうなんですね。はい。皆さんいた。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。チェリーね、すごい美味しかったです。はい。やっぱね、取りたて美味しいです、ね。美味しそうでした。うん、はい。今本当にね、フルーツが収穫の時期で美味しいですよね、ね、やっぱりね。美味しいね。うん。何でも美味しいね、今。うん。もう本当に安いし。うん。で、たくさん今日も、はい、皆さん、最初から入っていただいて、カナダの小一さんも、田中小一さんも、ありがとうございます。参加いただいて。田中さん、今日一日長いっすね。今何時ですか？真夜中。え？カナダ、今何時なんだろう？あ、もしかして、あれじゃない。もう寝て起きて朝なのかな？あ、なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。ですね。今、バンクーバーが朝2時。いや、めっちゃ朝じゃないですか。クライストチャーチプラス4時間が、うんうん、カナディアンロッキーから、うん、プラス4時間じゃなくて、1日日がプラス4時間ね。ややこしい。毎日4時間ですね。
計算大変ですよね。日付変更線超えてるんでね。はい。もうなんかその時点でカナダと日本とニュージーランドって考えるだけでなんか世界旅行状態ですけど、時差が、ね。本当にね。不思議な感じ。はい。はい。ということで、今回、世界、はい、旅遍歴のお話楽しみにしてます。なんだ、サダオの女遍歴じゃなかったの？どういう番組ですか？どういう番組ですか？はい、須山さん、ありがとうございます。日本寒いんじゃないですか？寒い日が続いてますが、ロウバイのフルーティーな甘い香りが癒してくれます。そうですよね。日本冬ですもんね。そうですね。もう。こっち夏なんで、なんだか、ゆっくりとね、梅がほころんできて、日本もうちょっと頑張れば、春に近づいてきますね。うん。いやいや、どんどん日本はね、春にということで。はい、こんばんは。ひぐまさんもありがとうございます。山中さんも、毛振さんも。皆さん来ていただいてますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、やっぱりこうやってコメントどんどんいただくとなんか嬉しいですね。うん、ね。はい。ということで、皆さん、今日はですね、じゃじゃん。はい。はい、小部屋ガイドの旅遍歴、そしてニュージーランドにたどり着いたということでね、お送りしていきたいと思います。生でご覧のみ、皆様も、そしてね、その後アーカイブ見る方も、ぜひぜひ最後までご覧いただけたらと思っております。で、この本編をしまして、その終了後にで、終了後にですね、今回から新企画、楽屋話ということで、この皆様に、これこう、私たちが話すっていうだけではなくて、ぜひこのコメントのやり取りではなくて、さらに皆さんと、実際にズームでお話できたらなということの新企画を今日からスタートさせますので、だいたいこの本編1時間で終わりまして、この1時間後、日本で言いますと8時頃から、8時頃を目指しまして、その時間からズームに移動して、また皆さんとお話ししていけたらなと思っております。で、このスタートの時間、また終わった時にお伝えするので、もし途中からご覧の方はちょっと早送りして、あとでまたアーカイブで見ていただければかなと思いますけども、内容で。はい。早送りして終わっちゃったりなんかして。寂しいですけど。はい。なので、楽屋話だけでも、後半戦だけでも、はい、ご覧いただける方はね、そこ飛ばして先に参加いただくのもいいんじゃないのかなと思っております。はい、はい。楽屋話はアーカイブないのでね。そうですね。はい。はい、なので、はい、時間が間に合う方は、やってれば、楽屋話始まっちゃってても、ズームで入ってこれますもんね。ね、ただ終わっちゃってると、ね、もう入れないですけど、はい、ね、トライしてみてください。はい、ぜひぜひ。からの方は。はい、ぜひ。この楽屋へお越しください。はい。ぜひぜひよろしくお願いします。なので引き続き SNS やね、YouTube のチャンネル登録もお願いできたらと思いますので、ぜひぜひまたよろしくお願いします。はい、お願いします。はーい。ではでは、早速ですが、タイガに負けないよ。タイガドラマに負けないですよ。今私コメント見負けないよ。タイガは録画できるけどね。楽屋はもう一回こっきりだからね。キリが来ちゃう。そうですね。なのでライブをぜひぜひそのままご覧いただければ。はい。ありがとうございます。そして、田中さん、3時、ありがとうございます。無理せず、はい、まったりやっていきますんで、よろしくお願いします。皆さん、3時、田中さん、今何度ですか？朝3時って。ねえ。ねえ。すごいですよね。ねえ。いやいやいや。というわけで、今回、小部屋ガイドの旅遍歴ということで、まあ、今まで私たちそれぞれのガイドが仕事であったり、ガイドであったり、まあ、旅行であったり、世界各地それぞれね、行ってますけれども。はい。それを見ての、なぜここのニュージーランドにたどり着いて、ニュージーランドに今住んでガイドをしているのか、そういったところをちょっと紐解いていけたらなと思っておりますので。ですね。はい。なかなか今までとはね、違う切り口なんで、ちょっと面白くなりそうだなと。ちょっとニュージーランド飛び出してみようかなと。はい、はい。思っております。はい、では、ここからはですね、ちょっとなんか、
質問形式で今回行ってみようかなと思っております。うん、はい。はい。では、まず、一問目いっちゃっていいですか？どうぞ。皆さん、はい、ご覧の方も、質問形式の答え入ってきてくださいね、たまには。あ、ぜひぜひぜひ。皆さんもぜひ、ね。入ってきてください。うん、はい、ちょっと全部、ねえ、どんな感じか、きっと私たちとまた全然違う、あ、そこっていうところもあると思うんでね。うん、そんなところも伺いながら、はい、そして多分全部拾ってると、そして私たちの話も全部言ってると、本当に朝までコースになるので、足りないところはまたね、後半戦楽屋話で、追加していければな、なんていうふうに思っております。はい。はい、はい、ではでは、一つ目いきますよ。はい。じゃん。初めての海外旅行は。初めての海外旅行。もう、はるか昔になっちゃったな。はい、20年前ですよ、私も。はるか昔になっちゃったな。ああ、もういいよ。わからないで。ね、それでは、これ、じゃちょっと見せていきますよ。はい、いきます。せーの、どんで。せーの、せーのでいいですか？せーの、どんで。はい。はい。はい、せーの。せーの。どん。どん。おお、バラバラ。バラバラですね。バラバラですか？バラバラですね。七重さん、ラスベガスっぽいですよね。え？七重さん、ラスベガスって感じですよね。ラスベガスって感じですか？ニューヨーク。私、はい。前職がというか、一番最初の社会人になっての仕事が、コンサートとかの音響さんだったので、その仕事が始まる前に、本番を見に行きたいっていうことで、ブロードウェイと、ラスベガスに、はい。一人旅で行きました。かっこいい。でも未成年だったもんで、カジノもできず、お酒も飲めず、はい。本当に研修旅行、一人でやってきましたって感じでしたけど、面白かったですね。そうよね。まだ未成年って10代の時に行ったんでしょ？ 19 だったので、カジノ20歳からだったんですよね、確か。19。そうなんです。どれぐらいの期間行ってたんですか？どれぐらいの期間行ってたんですか？長さ。多分、1週間半、10日間とかですかね。すごい。一人で旅行。一人で。あ、でも知り合いがニューヨークにいたので、そこ遊びに行ったり、バスケが好きなんでバスケ見に行ったり、ブロードウェイも行って、オフブロードウェイも行って、いや、楽しかったですね。まあでも英語が通じなくて、コーヒー、普通のサイズ頼んだつもりが、出てきたらものすごいでかいコーヒーで、が出てきて。ヤナちゃんにはちょうどよかったよね。いや、恥ずかしすぎて、なんか、私これ頼んだっていう顔しながら、店を出た記憶があります。そっかそっか。結構、皆さん、アメリカの方多いですね。本当ですね。ロサンゼルスとか、ね、ニューオーリンズ。アメリカに近いか。すごい。そっか、ね、結構アメリカ多い。アメリカの方は？アメリカ、岸本さん、ロサンゼルス。高橋さん、アメリカ、ユタ。須山さん、ニューオーリンズ。おお。じゃあ、ピックアップできる。あ、はい。そうですね。読んでるだけだった。消していいよ、これ。うん。うん、ロサンゼルス。ロサンゼルス。ユタ。ユタ州。ユタ。うん。ニューオーリンズ。かっこいい。アメリカ西海岸。西海岸。アメリカ西海岸。おお。長江さん、アメリカ行ったとき、どんな感じの印象を受けました？初めて海外旅行したときの。ああ。なんかでも、やっぱりなんか本場だっていう、もう行きたかったっていう思いが強かったんで、ついに来たぞっていう感じでしたね。もうなんかブロードウェイはそのままでした。ああ、そう。うん。アメリカでもさ、僕も、初めてロサンゼルス行って、空港着きました。バス乗りました。で、出るでしょ。うんうん、そしたらもう、右側通行で、片側、何車線あんのみたいな、ものすごい高速道路があって、もう、何これ、7車線、8車線ありそうな、すっごい勢
よ。うん、もう、バスで右側通行、ドーン行った時になんか、うん、アメリカ来たーと思ったけどね。どう思った、結構なんか車の運転がなんか怖かったなって、あ、運転はしてないですよ。乗ってるだけですけど。うん、なんかすごい、うわーと思って、車線がね、多いから、右に曲がるだけでも何車線も先とか。うん、結構ブーってなってるような、そんなイメージでしたけど。なんかミッチーさんの中国もね、車で移動するとそんな感じですよね。なんか今見ると、うん、車線が何車線もあってみたいな。ミッチーさん、僕が初めて行った中国は何車線もない時代だよ。何車線もない。いくら北京、上海でも2車線です。2車線だよ。はい。僕は中国、シルクロード。中国、シルクロード。はい。シルクロードに憧れて、上海に船で行って、そこから列車で、ずーっとシルクロードまで列車で行って、途中、西安とか、あの辺ね、もう定番の、ああいうシルクロード、スタート地点からずーっと、で、ずっと奥まで。いることの奥まで行って、うん、それ何年ぐらいの話ですか？何年ぐらいの話ですか？94年だったかな、1993年か94年ぐらいだ、もう忘れちゃった、もうそれぐらい前、ちょっと前ですよね。だから30年前までいかないけど、うんうん、15年ぐらい前かな。うん、全然中国が発展する前の、いやいや、もう今の中国とは全世界が全然違う、もう、ね、うん、もう本当に、もう、って、なんか、いう世界ですね。もう、船降りてすぐに、もう、降りたら必ず行くっていう、そういう宿がね、もうバックパッカー。私の宿があるんだけど、そこまで行こうと思ったら、もう、喉声がぐわーってきて、で、足引っ張る人おるかなと思ったら、なんかもう、膝から先がない女の人が、はいつくばって、おー、卵買ってくれって、おーってびっくりしたりとか、もうそういう世界ね。で、そこからシルクロード。ずっと列車で行って、もうカルチャーショック受けまくり。うん、すごいですね。なんか想像がつかない。その時代って汽車乗るにも外国人料金があった時代ですよね。そうそうそう。外国人料金があったから、外国人料金払いたくないから、もう中国語をめちゃめちゃ勉強して、中国人っぽく装って、で、もう本当に最小限の中国語だけ喋って、でもバレたら、なんか、あっち行けって言われて、めよっつって、あっち行けって言われて、で、また並び直し。で、チケット、列車のチケット買うのにもう1日仕事。おー。すごい。それがもうゲームみたいな感じで。で、そんなんで行って、ものすごい寝台列車乗って、もう、辛い思いしながら、ね。敦煌とかあの辺とかね、なんか行きたかったしね。へぇー。こんなとこ行って。すごい。シルクロード行って、ウイグル族見て、こんな中国人もいるんだと思ったりね。なんかもうすごくなんか、あっちの方行ったらまた全然中央アジアなんで、もうなんか、なんかもう桃源郷みたいな人はいいし。建物とかもイスラム教の、建物とかね、もう全部結びイスラム教、当時はまだそんなにね、漢民族がね、そんなにウルムチっていう一番大きい町以外は漢民族が入ってなかったから、本当にもう中国とは言えないような、ウイグル自治区っていう、そういうイメージ、ミッチーさん、その後旅行会社勤めてられた時にも、中国行かれてるんですよね。そうそうそう。で、こう、会社勤めた時の初めての天井も、なんかお前は出来が悪いから行ったことあるとこ行けって言って、一人旅行ったところ、同じコース行かされ、行って。すごい。そう。行って。面白かったね、でもね。天井で行っても面白かった。仕事で行っても面白かった。毎回行くために見え方変わるでしょうしね。変わる。うん。うん、だからね、一人旅してるときはね、もう本当ビジュアルだけ、現地の人と会って、ビジュアルで、で、もう本当のとき情報ないから、
地球のあり方とか、うん、まあ本当にそういうので本当にこうちょっとしか書いてない情報を見て、その歴史的な、ね、うん、そういったところ行って、ああこうなんだって、本当これだけの情報、うん、それがあの現地のガイドさんをつけて今度仕事で行ったりするともういろんなことを教えてくれるから、うん、全く見るもの違う。感動するし、やっぱりストーリー分かってると、うん、一回見に行った時に、まあ、それは学生の貧乏旅行だからさ、全然お金なかったらしょうがないんだけど、これ、貧乏旅行っていうのもどうかななんて思っちゃったもんね、正直。そうですね、なんかお金使うのには使わないとねって思った、その時は。うん、それはやっぱりもうちょっとね、大人になってからの話ね。うんうん、すごい、ね、はい、うん、一人旅良かったです。いろんな目にあって面白いですね。ね、うん、もうなんか いろんな場所の違いというか、でそれで佐田尾さんはニュージーランドで、うん、今もニュージーランドで、今もニュージーランド。でもね、私一番最初行ったの北島なんですけれども、その行った先が人口のね、多分 97% ぐらいマオリの人っていうので、うん、で。初めてね、飛行機で着いたときに、その空港のターミナルの中で、子供がね、ラグビーボールで遊んでて、うん、ボール投げながら、やってそう。で、それをね、見た瞬間、ああ、なんかすごいとこ来たな、みたいな感じのことを思って、うん、で、田舎の、すごい田舎の街。で、今でもこれね、ニュージーランドの人に、私一番最初行ったとこ、こういうとこなんですっていう話をすると、みんな、うん、えっていう顔をするような、すごい。よく思うかもね。ね、うん。そう、ニュージーランドの人でも行ってないところがあるみたいなね。お、山中さんと一緒じゃん、初の海外旅行が。そうです、ね。すごい、新婚旅行のニュージーランド。嬉しいですね。私ね、そのニュージーランド旅行でニュージーランド惚れて、ね。で、帰りの飛行機の中でね、さめざめと泣きながら、もうね、絶対戻ってくるって、誓った思い出があります。あ、はい。それ、佐藤さん、いつの、その時、何歳の時？あ、それね、私、大学院生の時だったんで、2001年ですね。2001年の9月だったと思います。アメリカのテロの時だ。はい、そう、アメリカのテロの直後で、すごいね、手荷物検査とか厳しかったことを思い出します。ね、おお、なるほど。いや、面白いですね、初めての海外旅行も。23歳ですね。そっか。はい。はい。はい。じゃあ、まあ、その初めての、まあ、海外旅行が、もうそれぞれ違いましたけれども、うん、今度は、じゃん。あ、違う。同じの出しちゃった。最もハマったところは、ということで、うん、今まで旅行していて、うん、そのガイドで、うん、住んでたとか、うんうん、ワーキングホリデーで住んでたのを除く、長期滞在をした場所はどこかっていう話をしていました。うん、なので、そこはどこでしょうか。いきます。はい、はい、せーの、ドン。ドン。みちさん、またいろんなところ。みちさん、ちょっと近づけます。はいはい。中国、いろんなところ。中国いろんなところ。だって中国さ、広いもんさ。広いし、なんかね、僕よくニュージーランド来る前、旅行業界の仕事してて、ね、ミッキーさん、どこを旅行行ったら、どこの国が一番いいと思いますかって言ったら、何の迷いもなく中国って言ってた。だって広いから、国がさ、国が広いから、うん、はいはい、もう自然ももう桁違い、うん、だってエベレストってね、うん、中国なんだよ、うん、まあそうですね、半分ネパールで半分中国もあるでしょ、ね、でも、うん、ありとあらゆる自然もあるし、もう中国4000年の歴史もすごいし、うんうん、で広いからもういろんな人住んでるし、いろんな人どころかものすごい人も住んでるし、もういろんな人住んでる、もう本当にもうわけわからん人もいっぱい住んでるし、もうね、もう何もかも少数民族、僕マニアだから、南の方のとかね、新疆ウイグル自治区とかチベットとか南のね方の少数民族巡りしながら、なんかもうね、ハマりました。
何度も、ね、たどりきれないぐらい、仕事でも個人でも。佐田さんはアイルランドなんですね、はい、アイルランドですよ、アイルランドね、すごい綺麗なんです、ね、もうね、緑色がすごい綺麗で、で一番最初行ってから3回ぐらい行ってるんですね。で、はいはい、自分の観光旅行と、あと、義理の弟さんの結婚式、ね、うん、アイルランドだったので、アイルランドに行ってですね、で、旅行したんですけれども、なんか果てしなく続くこの緑色の絨毯みたいな感じで、すごいエメラルド色の色が綺麗で、で、西海岸の方に行くと、もう断崖絶壁の、本当に秘境みたいな場所があってですね、うん、そして町にはね、村には必ずパブがあって、そこのパブでね、なんかみんな飲んでいたりとかして、すごい雰囲気が良くて、アイルランドでもうね、結構ね、惚れちゃいました。いいね、はい。でもね、問題があって、うん、アイルランドの英語ね、わかんないんですよ。ね、本当ですよね、有名な話。で、義理のお父さんね、ニュージーランド人なんですけれども、うん、ニュージーランド家族グループがですね、アイルランドに行って、で、結婚式参加するわけなんですけれども、向こう側、うん、アイルランド人 の、 家族、そしてこちら側、ニュージーランド人の家族なんですけれども、アイルランド人のお父さんがずっとなんか結婚式の、ね、披露宴でスピーチするんですけれども、全くわかんないんですよ。で、うん、のニュージーランド人の義理のお父さんに、全然わかんないんだけどって言ったら、そのお父さんが、俺もわかんないから、とりあえずみんな笑ってるところで笑っとけみたいなこと言われて。まあ、どうだよ、ね。ニュージーランド人もわかんない、ね。アイランド行ってみたいな、行ったことないからな、ね、行ってみたいですね。すごいです、特にね、アイルランド。なんかニュージーランドと、うん、ニュージーランドと通ずるところがあるって、アイルランド人の人が来ると、なんかちょこちょこ言われたりしてましたけど。そう、ランド、うん、どっちもランドだからってこと？ランドだから。アイルランドも。いや。アイルランド、ニュージーランド。言ってるところがある。アイルランド、ニュージーランド。名前の雰囲気がいいね。いい国っていう感じですね。はい。そう、俺、奈良江さんのね、国ね、はい、オーストラリア、オーストラリア、オーストリアなんですよね。オーストリアです。オーストリアなんですよね。はい、ラを忘れたわけじゃないんですけど。うん、オーストリア、はい、うん、オーストリア。なんかオーストリアに行ってきたの？なんか音楽関係、うん、これも音楽関係なんですけど、そう、ミュージカルのお仕事してた人たち、うん、私ミュージカルとか全然見なかったんですけど、仕事で、うん、やるようになってすごいハマって、うんうん、で、それで現地で見たいと思って見に行ったんですけど、でそれと同時に、まあ、いろんなところ、ね、ワインも美味しいし、うんうん、その前のチェコとかも遊びに行ったんですけど、うんうん、すごい楽しくて、ハマって2年連続行きました。すごい。ラスベガス、ニューヨーク、オーストリア、チェコ。イギリスには行ってないんですけどね、まだね。いいね。そうね。そう、そういうところも大好きです。うん、まあ、ただそう言ってね、もうエンターテインメントも大好きなんですけど、うん、はい、やっぱりまあニュージーランドに今いるってことはまあ自然も大好きなわけで、はい、これじゃあみんなの、うん、次、気になるであろう、最も感動した自然は、はい、もうちょっと聞いていきたいと思います。ちなみにこれ皆さんご、わかると思うんですけど、これニュージーランド以外で、今回全部選んでおりますので、うん、はい、ニュージーの自然、ものすごくおすすめなんですけど、はい、それ以外の世界の、ね、皆さんはどこですか、皆さんは。で、そうそう、ちょっとイメージ違うと、私たち話してます。かぶったらもう、ね、うん、楽しいよね、うん。面白いですね。感動した自然。はい、うん、ではでは、いきますよ、感動した自然は。いきます。はい、せーの、ドン。ドン。あ、七重さん、アメリカだ。私、アメリカ。またアメリカ来たな。すごい。七重さん、アメリカって感じ。スウェーデン。佐田尾さん。スウェーデンです。ミッチさんが、はい、イグアス。イグアス。イグアスの滝。おー。すごい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 とこ行ってます。何、すごい、トナカイでも見に行ったの？あ、そう。スウェーデンを、南から北まで歩く450キロぐらいの、
トレッキングのルートがあって、うん、で、そのトレッキングのルート、山小屋泊まりしながら歩きました。うん、で、すごい平原の中、もう見渡す限り平原で、で、トナカイが奥の方でずーっと歩いてて、で、ところどころ、原住民のね、あの、サミ族、サーミの人たちが、あの、燻製のニジマスかな、マスとか、あとね、燻製のトナカイとかね、売ってたりするんですよ。で、そういうのを買いながらね、トレッキングを延々としてね。で、その時スウェーデンずっと歩いて、その後ノルウェーも歩いたんですけれども、その時のね、様子を、私ね、実はね、本、このね、雑誌に投稿して、はい、これね、雑誌の内容に、中に、こんな感じで、ね、これノルウェーのとこなんですけども、すごーい。はい。これね、もうね、雑誌なので絶版になっちゃったんですけれども、あの、インターネットで無料で見ることができるので、もし興味ある方はね、下の概要欄に貼っておきますので、もしよかったら見てみてください。夏に行ったの？なんかこう、なんか夏に行きました。夏に行ってね、そう、その時私結構ね、無知で、あ、北極圏行くからね、オーロラ見えるかなと思って、夏に行ったらですね、あの、白夜で見れなかったっていう。はい。めっちゃいいのね。これ時々お客さんが夕方でもテカボでなんか夕方でも星見えますかっていう質問すると思うんだよね。でも本当にいるよ、本当に夕方でも星見えます。夕方。一番星ぐらいねみたいなこと。ね、ですよね。そう。はい、星はね、あるはずなんですけどね、心の目でね。心の目ですけどね。はい、私もオーロラ心の目で見てきました。はい、心の目で見てきました。皆さん書いてくれてますよ。はい、スイス多いですね。うん、すごい。スイス多い。乗せてダブルで、あ、スイス。あ、スイスさん、私スイスですかね。スイスか。あ、オーストラリア。オーストラリア。オーストラリア行きました。スイスいいですよね。すごい。フィジー。フィジー。無人島。ここはね、めっちゃくちゃいいよ。あ、そうなんですか。めっちゃここはね、絶対行った方がいい。行ったことないけどね。行ったことないんだけど。行ったことないけど、ここ行った方がいい。もうここはね、あの、日本で仕事してるときにね、めっちゃ売りました、ここは。めっちゃ売って、あの、たくさん売ったわけじゃなくて、そういう、うん、あの、仕事をしました。はいはい。ブルーマウンテン。ブルーマウンテンも綺麗ですよ。オーストラリア。オーストラリア ね。私も5月に ね、トレイルランニングの大会、ブルーマウンテンで走る予定なんですけれども、うん、どうなるんでしょうかね。ねえ、どうなるか。あ、寄せ見て。いやいや、いっぱいいますね。こう、一つ並んでますよね。うん。寄せ見てはね。ね。寄せ見てる人、半端じゃないよね、ここもね。やっぱり。行ったことないからね。いや、でも各地を渡り歩いてますからね。いろんな場所知ってますからね、ミッチーさんね。相当天井でいろんなところへ。うん、で、まあ、そして私たちの方もちょっと話していきたいんですけど、ちょっと、ぜひ他にもご紹介したいところがまだまだあるんで、これ、次行っちゃいますか？うん、いいよ。行っちゃっていいですか？はい。まあ、もしちょっとあのね、もっとお話ししたいところ、聞きたいところあれば、ぜひちょっと皆さん楽屋話まで来てください。ということで、感動した自然は、の後には、おすすめの国。おすすめの国。はい。はい。ではでは、次行きますね。今日は私が1時間だからテンポがいいな。はい。行きまーす、ね、せーの、ドン、ダン。すごい。俺はちょっと2つにした。お、ブータン。ブータン。フンザ。フンザ。すごい。すごいな。フンザってあの、ナウシカでしたっけ？風の谷のナウシカの、あの、モデルとなったとこですね。うんうん、北パキスタンです。すごい。これはもう、高原郷という言葉がぴったり。うん。ぜひ皆さんも。どこから入っていくんですか？フンザはね、また中国から入るルートがあるんです。もうね、そのね、あの、シルクロード抜けて、うんうん、シルクロード行って、ちょうど
自分がね若い時ってシルクロード抜けて今度タジキスタンとかトルクメニとかあっちの方カザフとかに行けない時代だったの、はいはい、だからそこから国境を越えてパキスタンに入るっていうね、チューパコーロっていうね、うんうん、道があって、そこのキンジラブ峠っていうね、6000メーターぐらいの峠を越えて、このパキスタンに降りていくんだけど、うんうん、そこのパキスタンから中国の国境を越えてパキスタン入って、しばらく行ったところの、もうカラコルムハイウェイですね、英語で言うと。あとは、まあ、もちろんパキスタンの、あのイスラムワールド。うんうん、方から南から上がってくる状況ももちろんあります。それミッチーさん中国の旅してた時に行ったんですか？違う違う、これまた別に行って、中国の時はもう、ね、初めての海外旅行だったから、うん、もう中国以外頭に入ってなかったのよ。うん、全然知識も何もないから、うん。それでシルクロードは、ね、昔ね、あの夏目雅子さんがやった、ね、西遊記とかすごい憧れたから、うん。はいはいはい。シルクロード行きたいってなったんだけど、そこに行ったら、うん、その、フンザから峠越えた、またつわものどもがいっぱいいて、うんうん、すごい、喋るじゃん、旅の、武勇伝、うんうん、それでなんかもう、そんなにいいとこなのかって、その時はちょっとね、時間がなくていけなかったんだけど、また次の機会。うんうんその時はもう、フンザだけに行くっつって。おでも、ふんざ行って、それこそ、僕は山好きでね、はいはい、長谷川さん、長谷川恒夫さんが亡くなったウルタって山があるから、そこ行ったりとか、ナンガバルバットってね、はいはい、あの山とかも見えるから、はいはい、うん、もうね、ラインホルト・メスナーといえばですね、うんうん、ナンガバルバット、はい、そこをもう見たいってことで、もう山を見に行って歩いたりとか、あと、ふんざの、もう、その、人の生活とか、ふ、うんざはね、もうね、とにかく、人のピュアなところを、そういう人たちの国に会いたければ、ブータンがいいかなと思います。今は分かんないけど、20年前だからね、うん、もう幸せ、世界一幸せ、ん幸福度世界一。そうそうそう、そう、うんうん。国民総幸福度。幸福度かな。はいはいはい。うん、だから、全然そうね、まあ日本人から見たらね、貧しい国っていう、言うのかもしれないけど、その何をもって貧しいっていうか、お金なのか経済なのかって話で、実際ね、人々の生活したら、ね、見てたらもうみんな顔笑顔だし、もう、人間にとって幸せってのは何なんだろうっていうふうにね、常に考えてしまう。うん。もうなんかもう、邪心がない人たちって、うん、この世にいるんだな、みたいな。なんかね、こういう人々に会えました、ブータンでは。うん。ちょっと超越してた、ね。なるほど、なるほど。はい。理解ですね。マニアックですから。ねえ。マニアック。そして、佐田さんは、ベルリン・ドイツ。あ、私、ベルリン、ドイツです。ベルリンね、私ね、ドイツ語ちょっと喋れるんですよ。で、ね、ドイツ好きなんですけども、ドイツ何回か行ってるんですけども、その中でもね、ベルリンが、もうすごい大好きで、うん、で、ベルリンって昔、ね、ベルリンの壁があって、東側と西側で分かれてたんですけども、このね、街のコントラストがすごいんですよ。徐々に徐々にね、再開発されて、同じようなドイツになってきてるんですけども、西側のドイツと東側のドイツのこのね、雰囲気が全く違くて、で、まあ、一番最後に訪れたの5年ぐらい前なんですけれども、その時でも、まだ、その昔の東ドイツの感じがまだ残っていて、で、すごいね、ベルリンの壁とかも場所によっては残っていて、で昔ここでね、何人も亡くなったとか壁越えようとして、西側の方に亡くなったとかそういうのを聞くと、はい。で、その時ね、昔のチェックポイント、国境線のところで、ね、パスポートに判行してもらえるんですね。うんうん。はいはい。チェックポイントチャーリーっていうね、アメリカ軍が管理してた国境があって、そこでスタンプをしてもらってですね。で、その後、そのスタンプを持ってですね、それを記念のスタンプなんですけれども、パスポートに入ったまま、スイスに入ろうとしたら、スイスの国境でですね、このスタンプは何なんだってすごい絞られて、国境越えるのに、ね、すごい時間かかった思い出があります。でもその後はもう
お土産のスタンプは絶対押さないって心に。ドイツね、旧西ドイツ、旧東ドイツと全然雰囲気が違ってさ、旧東ドイツの方はザクセン地方とか、あの辺とかすごく雰囲気良くてさ、なんか街になんかね、すごく雰囲気いいよね、なんかね。そう、そうですね。なんかね、昔の雰囲気が残ってて、おすすめなんです。行ったことないけど。行ったことないですけど。プロさん、ドイツ語喋れるのは、あれですか、ガイドでスイス行ったりっていうところがあるんですか？ですね、ちょっとね、昔一瞬だけね、ドイツ人の彼女いたんですよ。はい。ただおの変に変えてくる、ちょっと。すいません、佐藤さん。それ、次回にネタ取っておいてもらった方がいいですか？楽屋で佐田尾の女変歴にしますか？そんなことないです。まあでも、佐田尾さん、スイスとかでね、ガイドもやってるから、はい、結構ヨーロッパのあたりも詳しいですよね。そうですね。ドイツ語、英語と似てるので、英語話せると、ドイツ語ね、結構わかるんですよ。で、ドイツ語の新聞とかもわかるので、ちょっとわかります。はい。ね、7月ですかね。はい、私もスイスいたので、おすすめの国スイスにしました。すごく分かりやすくて旅行しやすいっていう。ね、すごく、ね、設備も整えられてるので、こう、パッと行くには、すごく行きやすい海外旅行先かなっていうふうに思いました。まあ、物価が高いとか言われますけどね。まあ、でも分かりやすく、なんか綺麗な景色が見れたり、なんか想像した世界が広がってる感じがするのかなっていう、自然っていう意味でも、マッターホルンであったりとか、アイガーとか。そんな感じがします、ね、旅行業界で言うと、まあ、ザ・パーフェクトな国よね、やっぱりね。それこそ私、ケーブル、その、電車に、マッターホルンのふもとから、電車に乗って、3000メートルのところまで電車が通ってるんですけど、それに乗って来てご案内したお客さん、最高年齢90。おぉ、すごいね。元気ね。車椅子で。で、息子さんとご一緒に、ドキドキ、歩いてないですよ。その時は、その方は歩きはパスしたんで、ご飯までだけご一緒したんですけど、それぐらい来れちゃうっていう、イメージですかね。アクセスがすごくいいっていう、そんなイメージです。はい。はい。よし。では、まだまだ話せますね。はい、次は。はい、次行きますよ。ではでは、次はですね、これ、ちょっとやろうと思ってたんですが、ちょっとカットで、もし、時間あれば、ちょっと楽屋話でお話ししようかなと思っていますけども、今、私たちが個人的に行ってみたい国、場所がどこなのかっていうところをね、ちょっとまた、これ後ででいいですかね、どこかも。はい。じゃあ、これはちょっと。ここまで出してやらないの？はい、やりましょう。出しますか？出しますか？ちょっと失礼じゃないですか。出しちゃいますか？引っ張りすぎた。じゃあ、答えだけいきますよ。答えだけ。じゃあ、いきますか。準備できてなかったところですね。いきますよ。せーの、ドン。おー。はい。はい。ミッチーさん、また中央アジア推しですね。すごいですね。すごいですね。これ、カイって思ったんだけど、カイラスってさ、よく考えたら、また中国だな。また中国、そう。抜けれない。自分のイメージの中で、カイラスって中国ってないよね。私も、イメージがない。私もよく考えたら、これで、ね、全部出したやつ、全部ヨーロッパなんですよ。そうはね。ね、自分はめちゃくちゃ多いな、やっぱりな。ね、確かに。7位はオーストリア、オーストラリアね。オーストリアと、こっちはオーストラリアですね。はい、ラリアだ。タスマニア。まあ、カイラスとかイビザとかがどこかわからない方は、じゃあ、後でゆっくりということで、次行きますか。はい。また、後ほど。はい。
ではでは、ちょっと駆け足で参りましたけれども、これ、結構最後の質問いきますよ。うん、じゃん、うん。最も住みたかった場所。まあ、行ってみて、ここ住みたかったな、もっと長くいたかったなっていう、そんな場所。うんうんうん、住みたかったですかね。ニュージーランド以外でね。ニュージーランド以外で。ニュージーランドじゃなかったら、みたいなとこ、うん、どこに住んでいたかったか。はい。っていうところを挙げていました。はい。それでは行きます。せーの。ドン。ドン。お、すごい。アラスカ。アラスカ。ナナエさん、カナダ。私、カナダ。はい。私、フランスです。はい。フランスじゃない。おしゃれー。はい。またヨーロッパですね。はい。なんかには仕事で。ヨーロッパばっかりだし、ちょっと好感度上げようとしてない？サダオさん、ちょっと。そんなことないですよ。文明的なところが好きですみたいな。いや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 。ブラックよ。しかも、いいとこですよ。あの山近くて。なんかね、マウントクックにすごい似た感じの、マウントクック村に似たような感じのね、山にすごいあって、うん、すごいたくさん遊ぶところがあって、岩登りができたりとかして。で、それのもっと、ね、大きな場所みたいな。クイーンズタウンがマウントクック村にあるような感じかな。うんうん。そう。かなりあの、都会ですよね。クイーンズタウンがマウントクック村にある。はい。なるほど。はい。うちらにはわかるかもしれない。はい。意外に、ね、意外に都会ってことです。あ、だから、ニュージーランドと比べちゃいけないですけど、うん、やっぱり山のふもとがかなり都会です。シャモニーでしょ、うん、で、カナダ、アラスカだからさ、うん、結局、ここまで来たらさ、やっぱりニュージーランドにちょっと似てるよね、みんなね。あ、そうですね。うん。そうですね。間違いない。ね、うん。あ、じゃあなんか通じるところがありますよね。うん。七、う、井、ん、さん、なんでカナダは？私、ワーキングホリデーの最初の国なんですよ。だから、海外で、長期で住んだのが初めての国がカナダなんですけど、まあ、ものすごくやっぱり初めての国だったんで、うん、まあ、思い入れがあるっていうのと、うん、すごくやっぱり自然も人もよくってすっごくハマって、うん、ただその時私は、まあ、ワークビザとかどうやるとかちょっとよくわかんなかったのもあって、うん、まあ、次の国行こっかっていう感じで、うんうん、カナダは去ったんですけど、それでもどうにか踏ん張ろうと思って観光ビザ、ワーキングホリデーの後伸ばしましたけどね、半年。うん、そうなんや。一年はオーストラリア？はい、その後がオーストラリアです。うんうん、で、その後がニュージーランド、うん。イギリスは毎回抽選に落ちて、結局行けずじまいで、あ、そう、はい、30を超えました。そうなんだ。で、その3つのワーキングホリデーをね、それぞれ。うんうん、経験して、うん、ニュージーランドに今いるわけだけどさ、その3つ、そうね、それぞれワーキングホリデー、3つ体験、うん、経験してね、うん、どうですか、その後のニュージーランドっていう国は。私はガイドの仕事自体は、ニュージーランドが、ちゃんとやったのがニュージーランドが初めてだったので、カナダではやっていなくて、まあ、本当にホリデー楽しんでいたっていうような。うんうんうん、感じで。で、オーストラリアもちょっとやってたんですけど、お手伝いっていうような状態だったので、うんうんうん、ニュージーランドに来て、しっかりガイドを始めて、うんうん、あ、このね、自然を伝えるっていうインタープリテーションっていう仕事で、うんうん、すごくもう自然が好きで、こういった考え方を、まあ、なんて言うんでしょうね。している人と一緒に働けることであったり、ニュージーランドの環境に対する考え方であったり、っていうところにいろいろ感銘を受けたり、っていうところで、ニュージーランドにそのままいてますね、うん。ワーキングホリデーからそのままなので。そうだね。うん、うん、はい。でも全然最初は1年の予定で来てたので、その後は帰るつもりでした。ね、うん。でもそれからずっと住んでるってことはやっぱりここの国がすごく居心地が良くなってってことだよね。そうですね。うん。なんで居心地いいんだと思う？まあでも、いやでも本当人がいいところもあると思うんですけど、自然と接する時間が長く持てるっていうのが、
一番大きいのかなって私の中では思ってます。うんうん、仕事の仕方であったりとか、あとは人の生活、まあ人口が少ないので、やっぱり自然がどこにでも残ってる、もしくは遊ぶものが自然しかないような環境に住んでることが私の場合は多いので、だから映画見に行くっていうチョイスがないような場所にいるので、だから自然の中に身を置けるっていう時間が長いことが、多分ニュージーランドが好きな一つの理由だと思います。そう。私、ニュージーランドは、小さい国なんですけれども、その小さい国の中にいろんな自然環境があって、で例えば、ミッチーさんがいるクライストチャーチ、ね、大平原の中の町があって、で、私の住んでるクイーンズタウン、車でね、6時間、7時間、8時間ぐらい離れてるんですけども、そこの湖とね、山があってっていう、なんか、それぞれ箱庭みたいな感じで、結構、すぐに、まあ、すぐではないんだけども、ちょこっとね、車運転したら違う自然環境に行けるっていう、その箱庭的な感覚がね、いいですよね。なんかいろんな多彩な環境。そうそう。ね。本当に思います。あとね、私思ったのが、ニュージーランドって結構、その移民の人に対して心が広くてですね。で、例えば私、スイスで、ガイドの仕事をしてた時には、やはり日本人のお客様、100% 相手だったんですけども、例えばニュージーランドだと、英語のガイドもできるんですね。で、ニュージーランドの人も、私の、英語、日本語訛りで下手なんだけども、そういうのもきちんとガイドとして、きちんとニュージーランドのことを伝えているガイドとして、一人前に見てくれると思う。なんかそういう平等な視点があるのが。そう、それはある。そのなんか優しいっていうのがなんか、その言葉に尽きるのかな。なんか人もそうだし、自然もそうだし、なんかね、住んでて、なんか、なんか変な緊張感ないしね。なんかこう、すごく、なんか僕はニュージーランドにもう住もうと、他の国もいろいろ行って、やっぱり思ったっていうのは、なんか自分っていうのをすごくこう認めてくれるようななんか感じ。なんか僕はアラスカに住みたかったけど、アラスカはやっぱアメリカなんで、すごくやっぱりこう、アメリカの僻地だけれども、やっぱりね、なんかこのアメリカの社会があるから、結構なんか強豪社会があったりとか、とか、まあスイスでもね、仕事してて山好きなんだけど、スイスってなとか、それこそ僕もスウェーデン、ノルウェーとか行ったけど、なんか、やっぱりこの、ヨーロッパだからすごい文明国なのね、すごくね。なんか。この辺なんか、ニュージーランドっていうのはなんか、ちょっと、なんていうの？ちょっと素朴でさ、なんか、もう、田舎臭くてさ、いい意味でね、田舎臭くて。素朴で田舎臭くて、なんか、着飾らなくてね。なんかそういう感じかな、それで住みたいなっていうね。思ったけど。なんかね、ニュージーランド、私一番最初に来た時に思ったのが、日本の30年前。うん、例えば、今から30年前ぐらいの、日本の、まだ外国人があまり旅行に来てなくて、で、日本人の人たちが、なんか外国人の人が来ると、わーってなるような、そんな感じの雰囲気。で、そんな感じの雰囲気が、なんか、日本の30年前みたいな。日本の30年前ですね。そんな感じの雰囲気がする。まだ、観光にすれてないみたいな、そんな感じの雰囲気がある国で。それもね、惹かれた一つの理由であります。なるほどね。うん、津山さん、寛容なんですねっていうね、コメントがあるんですけど。まあ、寛容だね。寛容です。やっぱりね、英語でジェネラスって言うでしょ。もう、この言葉すごい大切じゃん。なんか、もう、子供の学校の、その、親への、まあ、日本で言う通知表とか、そういうのでも、人に対してそういう寛容であるかどうかって、そういうのすごい大切にするもんね。要は、寛容っていうのは、いろんなものを、やっぱりこう、受け入れる心を持ちましょうって
ていうね、そこはやっぱりすごい大切にしてる国だと思う。で、山中さんおっしゃってるようにね、完璧さ求めない。そうですね。で、あと、ニュージーランド人って結構ね、パイオニアスピリッツっていうんですかね。なんか、出る杭を育てさせてくれる、うん。で、なんか自分がやりたいことを伸ばさせてくれるっていうね、すごい、いい教育方針っていうんですかね。うん。うん、パイオニアとか、あとね、エクスプローラーとか、チャレンジャーとか、やっぱこれはね、完全にアングロサクソンだよね、やっぱりね。同じヨーロッパの中でもね。なんか誰もやってないことを、に対し、ことを、こう、果敢に挑む。で、己の力でやるっていうね。そういうのはなんか、この国の、まあ、開拓魂ってよく、こっちの人は歴史で語ったりするけど、その精神がすごくあって、だから、なんていうかな、こう、完璧を求めることは、もちろんそういうこともないことないんだけど、なんか、完璧を求めるが上に、この失敗しないように、失敗しないように、失敗しないようにっていうよりかは、なんかもう、どんどん当たって砕けて、失敗してでも前に行けっていう、そういう、そっちの方が、おー、You are challenger! って言って、すごくね、称賛されるというかね。うん、そうですね。うんそういうはあるね。ありますかね。なんかチャレンジだ。ここはいいところだと、まあ、安全に住めるっていうところであったり、まあ、観光立国でありながら都市国家ではないってちょっとね、ミッチーさん言ってましたけど。まあ、そんなところが挙げられますかね。まあ、いろんな国行ったけど、住むのは本当に住みやすいと思います、ニュージーランドで。本当にね。そうで、今、結構皆さんが途中から入ってきてくださってて、これ、マリーゴールドさん。はじめましてって。あ、新婚旅行ニュージーランドだったそうです。そうなんですね。お、ありがとうございます。はい。ありがとうございます。すごいね。このニュージーランドね。ねえ、そうですね。結構カナダつながりじゃない？なんか。ね、カナダの方も、ね。そうですね。ありがとうございます。そして中園さんも、こんばんは。ありがとうございます。はい。荒木さんも、カナダの、早起きですね、みんな。早起き。すごいですね。すごい。早起き。今から、はい、来ていただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。早いな。はい。はい、ありがとうございます。ということで。では。そして、ニュージーランドにたどり着くということでね、お話ししてきましたけれども。はい、まあ、ちょっと、時間って早いな。早い、話をパッパで喋って。結構ね、なんか、駆け足になって感じしましたけども。うん。まだまだいろんな国の、魅力は伝えてきれてないかもしれませんが、ざっくりこんな感じでね、お伝えしてきました。で、この後さらに、まあ今の話の続きであったりとか、それぞれ皆さんとのちょっとお話をしていけたらなと思っているので、この後から楽屋話という形で、ズームの機能を使っての楽屋話、二次会ですね。を、二次会したいと、はい、思っております。二次会からはですね、はいもう皆さんお酒持ってきていただいて、あ、もう飲んでる方もいらっしゃるかもしれないですけど、はい、私たちもちょっとまた飲ませていただいて、はい、2階に移っていきたいと思います。もうこれ、そう、ちょっともうなんか我慢してる。そう、我慢してね、お茶飲んでるんですけど、この紅茶飲みきらないと。はい、はい、というわけで、みちさん、これ、ズームへの移り方、なんかありますか？いや、この概要欄の、Zoom の URL をからそのまま入っていただければ結構ですので、はい、もう簡単です。はい、そうですね。小部屋、これが終わって、もう、5分後ぐらいにはもうオープンしますんで、どんどん、はい、どんどん入ってきてください。ぜひぜひ。はい。はい。では、ちょっと次回予告をしてから、その後、5分後ぐらいから、二次会始めていこうと思います。うんはい、で、次回予告なんですけれども、はい、今度はですね、久しぶりに、
またゲストをお迎えしての、はい、スペシャルゲスト、はい、思います。スペシャルゲストですよ、今回は。スペシャルゲストです。スペシャルゲスト、うん、なんかサダさん、シェアしていいですか？ね、あ、どうぞどうぞ、シェアしちゃってください。行きます。はい、ダンドンでーん。デカポのヒデさんに来てもらいます。はい、皆さんのヒデさんっていう方はご存知でしょうか？ですね、はい、あのニュージーランドをよく知ってる方とかテカポ好きな方は、まあ、多分この小沢さん、ヒデさんっていう人はねよくご存知かと思います。まあ、いろんなところでねテレビ出たりとか、あの最近オンラインツアー、やったりとかね、あのテカポで何かメディアにあの出られるときは、まあ、ヒデさん多いんですけれども、なぜヒデさんかというとですね、今こんだけ有名になったテカポというところを、こんな星空がすごく綺麗なところなんだよっていうのをね広めた第一人者はね、ニュージーランド人でもなくてですね、実はこの日本人のね、このヒデさんって人なんですよね。あの僕もちょっとね、あまり大げさに言わないでって言われてるんですけど、あの本当にあのこの方のね、彼の功績があるから、こう今のテカポにねたくさん皆さんがこう綺麗な星空をね見に来るようになったんでね、このヒデさんのお話、テカポのねお話をなんかね、なんかあの他では結構空の映像見せたりとか、テカポはこんな星が見られますよ、そういうのは今回小部屋ではやらずに、うん、テカポのこのここのねストーリーというか物語をなんかねさせていただけたらなと思ってます。ヒデさんをこうフィーチャーしたやつですね。はい、うん、はい、楽しみです。ぜひぜひ、うん、いや楽しみですね。本当に今ではね、日本のプラネタリウムでも、うん、テカポの星空って言ってねプログラムが組まれてるぐらい、かなりテカポという場所はすごく有名になってきてるんですけど、うん、その本当に元の発起人というか、はい、の方なので、ヒデさんの話、うん、楽しみにですね、はい、また2週間後に、はい、はい、お会いしたいと思います。はい、皆さんも結構コメントいただいてますね。うん、ありがとうございます。すごい。はい、西側中継。政府観光局、ニュージーランドの政府観光局の、うんうん、で星空中継やったり、はい、他でもやったり。近鉄さんとかでも、うん、この間やってですね。うん、ね、はい、うん。なので、ぜひ皆さんのお目にかかってる形の星、とはまた別にヒデさんのことについてちょっとねお話ししていただいたり、テカポについて語っていただけたらなと思っておりますので、ぜひぜひまた2週間後も皆さんと一緒に、ヒデさんと一緒にお会いできたらと思っております。ですので次回は2月の7日日本時間での夜7時にまた同じ時間にお会いできたらと思います。そしてこの後ですね、皆さん楽屋話来られる方は、この後5分後、約5分後ですかね、にお会いしてたらと思います。はい。はい、今3分なので、まあ10分前後ですかね。そうですね。はい。はい、もうその辺がめっちゃニュージーランドやな。3分だと5分だ。10分でしょ。10分で。めちゃめちゃキュンやな。わかるけど、わかるけど。その、そういうふうに、一種ですよね。十分、十分一種です。そうですね。はい。十分一種です。皆さんとお会いできたらと思いますので、はい、お時間の方は、ね、この後、ズームの機能を使って入ってみてください。ぜひぜひお待ちしてますので、はい。はい。はい。それ以外の方も、ライブご覧の方も、次回は2月7日です。はい、ではでは、よろしく。ありがとうございました。はい。